1。休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますか？そうね。スポーツは好き？はい。じゃあ、南スポーツセンターとかはどう？スポーツセンター？建物は古いけど、安くていいわよ。そうですか。休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますか？そうだな。この町の人はマリンモールによく行くよ。え、それは何ですか？ショッピングモール。いろんな店とかレストランとかスーパーとかがあるところ。面白いけど日曜日は人が多いかな。そうですか。一度行ってみます。3。休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますか？そうですね。橘公園はどうですか？橘公園ですか？ここから自転車で20分くらい。場所は不便だけど、綺麗ですよ。へえ、ぜひ行ってみてください。4。休みの日にどこか行きたいんですが、いいところがありますか？僕が好きなのは悠々館ですね。広くておすすめです。知ってますか？いえ、それ何ですか？お風呂ですよ。え、お風呂？食堂や休憩所もあって、一日ゆっくりできますよ。へえ。ちょっと遠いけどバスがあります。1。すみません、バス停はどこですか？次の角を右に曲がってください。次の角を右ですね。はい。ありがとうございます。2。すみません、郵便局はどう行ったらいいですか？この道をまっすぐ行って、二つ目の信号を左に曲がってください。一つ目の信号を左ですね。いえ、一つ目じゃなくて二つ目です。わかりました。3。すみません。丸一デパートに行きたいんですが。ああ、あの信号を右に曲がって、その後ずっとまっすぐですよ。わかりました。ありがとうございます。4。すみません、博物館はどこですか？博物館？私立博物館ですか？いえ、私立博物館じゃなくて科学博物館です。ああ、科学博物館はここをまっすぐ行って橋を渡って
すぐ右に曲がったところにあります。橋を渡って右ですね。はい、そうです。ありがとうございます。アジア食材バグースです。すみません、そちらに行きたいんですが、どう行ったらいいですか？今、桜駅の北口にいます。駅の北口ですね。駅の前の道を渡って、銀行とコンビニの間の道をまっすぐ行ってください。はい。それから一つ目の信号を右に曲がってください。右ですね。はい。その道をまっすぐ行って、二つ目の角を左に曲がってください。はい。そうすると黒いビルが見えます。その隣です。黒いビルの隣ですね。わかりました。ありがとうございます。お待ちしております。ありがとうございます。お待ちします。ローさん、今帰る？はい。家はどの辺？小島町です。小島高校の近くです。じゃあ、車で家まで送るよ。ああ、すみません。ありがとうございます。もうすぐ小島高校だけど。あ、次の信号を左に曲がってください。信号を左ね。この先に白くて大きな家があります。その角を右に入ってください。 OK。ここでいいです。え、ここ？はい、ここです。今日はありがとうございました。じゃあ、お疲れ様。おやすみ。おやすみなさい。失礼します。